ちの母ちゃん喋り方おかしくない？え？明日弁当いらねえから。なんで俺が何回も話さなきゃなんねえんだよ。俺こんな家生まれてきたくなかったよ。聞こえない母と聞こえる息子。でもなんかこうなりたいみたいなないですよ。伝えられない思いが溢れ出す。僕が生きてる二つの世界。